皆さんこんにちは。まず怖いほど当たるツイン霊鑑定についてご紹介していきます。私だけでなくたくさんのツイン霊を出会わせ復縁まで導いている凄腕占い師が多数在籍する電話占いです。最近は占いも多くありますが、私が紹介する電話占いは業界屈指の厳しい審査を行っており、本当に人気実力ともにある先生しか在籍することができません。でも本格的な占いが初めての方は不安になりますよね。そんな方のために初回キャンペーンとして、私の概要欄にあるリンクから入ると特別20分無料や3000円分無料など多くの特典を用意していただきました。本物のツイン霊と結ばれたい方は、ぜひ信頼できるプロの方に頼ってみてください。気になる相手がいるけど、この人は本当に自分にとってのツイン霊だと信じていいかわからない、出会った相手がツイン霊だと信じているけど、より関係を発展させていくためにはどうすればいいんだろう、このように考えている人もいるのではないでしょうか。この動画では、出会った相手がツイン霊だと信じることができる方法と、ツイン霊の特徴について解説していきます。1、出会った相手がツイン霊だと信じるための方法。出会った相手がツイン霊だと信じることができれば、その後の関係性がより良い方向に進んでいく可能性があります。ここでは、出会った相手がツイン霊だと信じることができる2つの方法をご紹介します。エンジェルナンバーの2222を多く見る機会があるか思い出す。ツイン霊の存在を信じる1つの方法としては、2222という数字を見る機会があったかを思い出すことです。エンジェルナンバーである2222は、ツイン霊と強い関係性を示す数字として知られています。2は対極にあるものを指すため、2222という数字が自分の対極にある存在を引き寄せる数字として捉えることができるためです。車のナンバー、日付や時刻、会計、ふとした時に目に入った数字といった様々な場面を振り返り、ツイン霊との出会う可能性が非常に高まる2222という数字を見たかどうかを思い起こしてみましょう。もし2222という数字を見たのであれば、ツイン霊と何かしらの共通点が生まれていると捉えることができ、現在気になっている相手をツイン霊だとより強く信じることができます。ポジティブな思い込みをする、ポジティブな思い込みをすることで出会った相手のことをよりツイン霊だと信じることができます。出会った相手がツイン霊なのだからきっと結ばれるとポジティブに考え行動することで、二人の関係性が深まる可能性が高まります。ポジティブな思い込みは、出会った相手をツイン霊だと信じることができるようになるだけでなく、自身の行動も前向きに変わっていくためプラスの影響が大きいです。ツイン霊との関係性をより発展させていくという意味でも、ツイン霊に対してポジティブな思い込みをして信じることが大切です。 2. ツイン霊の特徴に当てはまるか確認。出会った相手がツイン霊かどうかを見極めるためには、ツイン霊の特徴に当てはまるかを確認することが大切です。ここではツイン霊の特徴を7つご紹介していきますので、参考にしてみてください。エネルギーオーラを感じるか。ツイン霊は魂の片割れであるため、お互いに特別なエネルギーを感じ取ることができます。出会った瞬間に電気が走るような衝撃を受けたり、その人のそばにいると安心感や高揚感を覚えたりする場合は、ツイン霊の可能性が高いと言えるでしょう。自分と瞳の輝きが似ている。ツイン霊は魂レベルでつながっているため、
外見にも共通点が見られることがあります。特に、目は魂の窓と言われるように、その人の内面を映し出す鏡のような存在です。もし、気になる相手と目が合った時に、自分と同じような輝きを感じたり、吸い込まれるような感覚を覚えたりする場合は、ツインレイの可能性を疑ってみましょう。相手と星座や干支が同じ。ツインレイは、魂の成長を促すために、似たような運命や課題を持って、生まれてくることが多いと言われています。そのため、星座や干支が同じであるケースも少なくありません。気になる相手の生年月日を確認して、自分と同じ星座や干支であれば、ツインレイの可能性が高まるでしょう。自分と会った後に、相手が男性らしくなる。ツインレイの出会いは、お互いの魂を覚醒させ、成長を促すきっかけとなります。特に、ツインレイ男性は、ツインレイ女性と出会うことで、男性としての魅力が開花し、より一層、男らしくなる傾向があります。出会った当初は、頼りない印象だった彼が、あなたと出会ってから、自信に満ち溢れ、周囲を引きつけるような魅力的な男性へと、変化していく様子が見られるかもしれません。見ていると、嫉妬心や執着心が生まれてくる。ツインレイは、魂レベルで深く愛し合っているため、時に、激しい嫉妬心や執着心を抱くことがあります。それは、相手を失うことへの恐怖や、相手を独占したいという欲求から生まれるものです。他の女性と親しげに話している姿を見たり、他の男性の影を感じたりすると、いても立ってもいられなくなるほどの、嫉妬心に駆られるかもしれません。つい会うまでに、多くの試練がある。ツインレイは、魂の統合を果たすために、様々な試練を乗り越えていく必要があります。それは、二人の関係を阻む障害や、乗り越えるべき課題、あるいは、お互いの成長を促すための試練など、様々な形をとります。出会ってすぐにスムーズに関係が進むことは少なく、幾度もの別れや再会、困難な状況、周囲からの反対など、多くの試練を経験するかもしれません。落ち着く匂いがする。ツインレイは、魂レベルで惹かれ合っているため、お互いの匂いにも心地よさを感じます。それは、まるで、故郷に帰ってきたような、安心感を与える香りです。彼の近くに行くと、懐かしいような、落ち着くような、心地よい香りがするかもしれません。それは、魂が惹かれ合っているサインかもしれません。ツインレイとの出会いは、人生を変えるほどの、衝撃的なものです。この動画でご紹介した内容を参考に、気になる相手が7度のツインレイかどうか、見極めてみてください。もし、あなたがツインレイに出会えたのなら、それは、奇跡的なことです。二人の魂のつながりを信じ、愛を育んでいってください。この動画が、あなたとツインレイとの関係を、より一層豊かなものにするための、ヒントになれば幸いです。チャンネル登録&高評価をお願いします。